ニューラル機械翻訳における欠落誤り分析という表題で、長岡技術科学大学の竹野が報告させていただきます。本研究での問題意識としまして、機械翻訳において、これまで欠落語というものが存在します。で、欠落語というものがどういうものかと言いますと、簡単に言いますと、目的言語側にある単語で現言語にない単語です。この例で言いますと、博物館に着いたら知らせてねといった、日英翻訳の問題を解くときに、Tell me when you get to the museum といった訳例が得られるんですが、その際に、me や you、the といったような単語が、現言語側には含まれないところで、 me、you、the といった単語を含めて全て、今回我々の研究で欠落語と呼んでいます。で、これまで、先行研究としまして機械翻訳の問題において、こういった me、you、the というのは現言語にない存在のため、PBSMT のような機械翻訳の場合には、そのヌルからこういった語を生成するような操作が必要になるため、非常に難しい問題、かつ現言語の目的言語の流暢さを損なうような出力になるため、何かしらの解決策を練る必要があるということで、これも先行研究でいくつかやられてきました。で、本研究の目的としましては、近年でおいては、PBSMT から NMT へのパラダイムシフトができました。で、こういった構造解析の問題も大きく変わっているだろうというのが、知見としてありまして、今回その実際に PBSMT と NMT において、どういう変化が得られたのかというのを分析しています。で、まずは簡単に PBSMT と NMT の方式について説明します。で、PBSMT というのはフレーズベーススタティカルマシントランスレーションで、国に基づく統計的機械翻訳と訳されます。で、この、方式では、ある文章 X からある文章 Y が生成されるっていうのを、PY 目的言語の、もっともらしさ、並び順のもっともらしさ、言語モデルと呼ばれるようなものと、入力文と、出力文の対訳の、フレーズテーブルを使って、それの結合確率みたいなものを計算した時の、翻訳モデルの2つの分解の積として解かれます。で、言ってしまうと、これ何をやってるかというと、句を切り張りしながら、出力文を作る、モンタージュ作成のような方式で、出力文を作っています。で、これは古典的な逐次処理方式でなっています。で、近年における、最新の手法ではニューラルマシントランスレーションということで、深層学習を利用したシステムが盛んに利用されています。で、このシステムにおいては、先ほどの式がこのような式になっていて、エンコーダーデコーダーと呼ばれる2つのリカレントニューラルネットワークを使って、全ての中間出力を低次元離散空間のベクトルに写像して、そこから出力文をソフトマックス単語ベースで翻訳していく一気通貫型、エンドトゥエンドと言われていますが、ような翻訳方式になっています。で、デコーディングの際は単語予測のビームサーチでやっていっています。で、この2つの手法を取り上げて、今回機械翻訳における、欠落語の同定を行いました。で、実験設定としましては、今回、話し言葉コーパスを使って、欠落語が多いと言われている話し言葉コーパスを使って実験を行っています。データとしては IWST2005 の、日本語英語話し言葉の翻訳タスクのデータを使っていて、これに外部データとして11万分をプラスして機械翻訳を回しました。で、評価としましては Blue と Live に加えて、今回 TR を使って欠落語の評価を行っています。で、次に TR に関する欠落語の評価について説明します。で、TR というのは、トランスレーションエディットレートということで、いうの略になっていて、機械翻訳の評価の、自動評価の手法の一つになっています。この評価では、出力文から、参照訳の、後へ変化させるときに、後編集操作、エディットディスタンス、編集距離みたいなものをちょっと拡張しまして、翻訳向きにしたものになっています。で、通常のエディットディスタンスと違って、シフト操作っていうものを入れることによって、より人間らしい後編集の評価ができるようになったものになっています。はい。で、これを使うことによって、欠落語の変化を分析していきます。で、まず最初に機械翻訳の性能の比較を行いました。
まず、こちらに載っているのが PBSMT と NMT の比較の結果になっています。で、PBSMT と NMT を比べると、どの評価手法においても基本的には、NMT の方がいいということで、実験データ自体は13万分程度なんですけども、比較的少ない分類においても NMT は非常に高性能な性能を出すことが分かりました。で、ここから、細かく欠落後の誤り分析を行っていきます。で、この TER に着目すると、その TER においてはその編集操作の履歴というものが与えられるので、その履歴を調査して実際に欠落がこの、目的語が言語側に存在していて、なおかつ現言語に存在しないような単語の翻訳に関する、誤り操作というのを、抽出してきて、それの分析を行いました。で、まず TER だけに確認してみますと、TER は 52.0 から 46.6 で約 6% ぐらい減っています。ので、性能自体が良くなっています。しかしながら、実際に欠落が関わる誤りっていうものを、数え始めると1,552から1,440ってことで約100件程度しか減っていないってことが分かりました。で、数値上だけで見ると、そこまで大きく減っているわけではないというのがこの話になります。で、実際に細かく分析していきますと、まず、0代名詞のような代名詞の誤りっていうのは、誤りの種類として分類ができまして、実際に出力した文に代名詞が含まれない誤りっていうのが PBSMT だと180件ありました。しかしながらこれを NMT で見てみると100件程度になっており、実際に代名詞を出力しないっていうような誤りっていうのが 44% ぐらい減っている、何かしらの文らしい文を作っているということが分かりました。で、しかしながら出力した代名詞が認証間違う誤りっていうのが254件か268件ということで約 5% から 10% ぐらい増加していることが分かりました。つまりどういうことかというと、文らしい文は作ってくれるんですけども、その、文を構成する機能語の、認証だったりを間違いやすいということになります。で、限定詞の誤りに関しても似たようなことが言えまして、実質、出力の限定詞に関する誤りというのは312件から262件ということで50件ほど減っているんですけれども、基本的に減っている部分というのは限定詞の過剰挿入、負荷算の前に限定詞を入れたりするという操作が80件から40件に減っているという程度で、そこまで全体として大きな削減ができたというわけではありません。で、結論としましては、流暢性は向上するが、コンテキストの情報を正しく推定するような操作というのは難しく、その結果として認証の話を間違えるという話になっています。で、実際の実例としていくつか挙げたものをこちらに置きます。で、ここで挙げているのがその認証の誤りのようなものですね。で、はいどうぞっていう入力文があったときに、出力文としては Here it is っていうの文を出力するっていうのが傾向になっています。しかしながら、実際の正解っていうのは Here you are sir ってことで、この場合は話し手と、聞き手がいて、話し手がこう聞き手に対して言っているっていうようなコンテキストのもと、このはいどうぞっていう文が作られているってことがわかります。しかしながら NMT の文だけです、ここだけの情報っていうのはどうしても it とか you とかっていう違いっていうのはどちらとでも言えるような内容になっているので、間違えてしまっているって話になります。で、もう一個の例も、私宛てのメッセージはありますかっていう話に関しても同じです。 Do you have a message for me と、Do you have any message for me っていった2文の出力になっています。で、ここで注目するのは You と There なんですけども、この2つを比較すると、構文の先行性みたいなもの、どっちの方が構文らしい、テストデータのドメインにおいて適切かっていう話になってきていて、構文の先行性みたいな問題が生じていることが分かります。で、で、このような間違いがあって、実質 NMT では流暢な部分を出力してくれるんですが、認証の誤り自体が劇的に減ったわけではないという話になっています。で、こちらです。で、欠落に関する、さらに考察を含めまして、今回使ったシステムというのが、アテンショナルニューラルマシントランスレーションということで、実際に NMT が単語予測を行う際にどの単語、入力文中のどの単語を、アテンションしているかというところで、実質単語対応のようなものが得られるということで、実際に現言語に手がかりがないような文においてのアテンションというものを観察してみました。で、こちらがそのアテンションの図になっています。で、この図では毎食後3回、毎食を1日3回服用してくださいといった文の、アテンションになっています。
で、はい。で、これに着目しますと、まあ、take it three、take it three times a day after day every meal という文が出力されるのが適切なんですが、その際の it っていうのが今回、ここの原言語にないようになっています。で、この it に着目してみると、この it っていうのは、まあ、3回からしてください。で、服用を中心にして、まあ、3回からしてくださいの単語に対して、まあ、分布を、まあ、正規分布のような分布を描いていることが、まあ、このアテンションから読み取れます。で、まあ、この結果から言えることとしましては、NMT では、まあ、欠落語の注視って何も手がかりが存在しない語のアテンションっていうのは、現言語の、アテンションに対しては、まあ、若干こうぼやけたようなアテンションになるんですが、一応まあ述語にあたる傾向があるってことが、伺いました。で、あとさらにちょっと特殊、考察として特筆すべき点として、そういった単語っていうのは逆に何ですかね、どの文にでも出現するような単語、よく頻出するような単語に対してもアテンションを一部持っているってことが分かっていて、このアテンションの偏り方っていうのは人間のアテンションの偏り方と少し異なるようなことがあるので、これが一部の不安定性を、機械 NMT の不安定性を招いている原因になっているのではないかと考えています。で、さらに、ちょっと実験をしてみまして、逆方向に翻訳方向、出力の文を反転させて学習させて、実際にアテンションがどう変わるかっていうのを実験してみました。そうすると、逆方向にすると、先ほどの it のアテンションっていうのが、服用だけに変わるってことがあります。で、まずこの結果と比較しまして、まずアテンションに対してはまあ方向性があるっていう話があります。なので、前後、前から翻訳した場合と後ろから翻訳した場合でアテンションが大きく変わるという話になっています。で、なおかつ、まあ、こういった曖昧な語っていうのは最初に出力するよりも、後に出力した方が曖昧性少なく、この it と服用の関係をちゃんと分かるようになる話になりますので、今後こういった性質を生かして、まあ、機械翻訳を改善していく必要があるのかなと考えています。はい。っていうのが今回の欠落語の誤りの分析の話になっています。で、結論です。で、今回、まあ、PBSMT と NMT のおいて、まあ、現言語にあって、現言語ではなくて、目的言語に存在するような語っていうものに対して、分析を行いました。で、出力を見ている限りでは、そういった誤りっていうのは、まあ、少なく見えるんですけども、まあ、流暢な文は出力、NMT になって、流暢な文は出力してくれるようになりました。しかしながら、まあ、認証の情報を間違えるっていう問題が、改善が、問題がまだ存在しています。で、こういった問題がどうやって解決できるかという点については僕らもまだ解も持ってはいないんですけども、まあ、より一般的な解としては、まあ、コンテキストの情報をもっと入れられるような仕組みを作る必要があるということになっています。で、もしくはこの評価の枠組みとして、例えば Here it is と Here you are sir といった部分がどっちとも正解になるようなデータセットを作る必要があるということになっています。で、特筆の考察としてアテンションのところにも挙げたんですけども、まあ、欠落語の出力の際のアテンションっていうのは述語に、かかることが多いっていうのが一つ傾向としてありました。で、これを考えると、まあ、述語構造解析のような構造情報っていうのを NMT が捉えていそうということで、これも何かに活かせるのではないかと考えています。で、今後の展望としまして、先ほど挙げたような、まあ、こういった分類のコンテキストの情報をもっと、NMT に入れるような仕組みっていうものを今後検討していきたいと考えています。で、また、まあ、今回やってみると NMT は、まあ、ちゃんと格を英語の出力を行った場合にちゃんと適切な流暢な文を出してくれることで、今回日本語と英語のその対応環境を取れば、まあ、日本語で省略の問題がある場合に、まあ、一回英語に翻訳してそこから省略の問題を解くみたいなものが考えられるのかなと考えていますので、まあ、格の省略問題としてこういった機械翻訳の仕組みを利用するのが考えられるかなと考えています。はい、以上で発表を終了します。ご清聴ありがとうございました。